北国新聞ニュースをお伝えします。奥能登を離れ二次避難している高校生たちが内灘高校の校舎でオンライン授業を受けています。石川県教育委員会は避難中の生徒が学ぶ機会を確保するため、これまで金沢の県文教会館で授業を実施してきました。しかし体育の授業ができなかったため、今月9日からは内灘高校の一部を間借りする形で授業を提供しています。対象になる生徒は穴水、能登、門前、輪島、飯田の県立高校5校、合わせておよそ50人になります。このうち金沢市や小松市、富山県などに避難中の34人が授業を受ける登録を行い、昨日は23人が内灘高校に登校しました。生徒たちはタブレット端末を使い、オンラインで自分が在籍する高校の授業を受けたり、体育でバドミントンを楽しんだりしていました。県教育委員会の担当者は、生活や学習のリズムを整えるには学校に通うのがいいと判断したと話していました。白山市三河地区で獅子舞に参加する子どもが増え、地元では伝統のお帰り祭りを将来担ってほしいと期待しています。江戸時代から続く三河のお帰り祭りは、豪華な大車やラッパの音で知られ、県の無形文化財になっていますが、みこしの担ぎ手やラッパ手の確保が悩みの種です。そうした中、祭りで獅子舞を演じるグループ、おかえり獅子が、男子に限っていた子どもの獅子舞への参加をおととし女子にも広げたところ、かっこいいと後に続く子が現れ、将来の祭りの担い手として期待されています。おかえり祭りは来月18日と19日に行われますが、今年の子ども獅子舞は6人の女の子が加わり、これまでで最も多い総勢30人の演舞になる見込みです。初参加する小学5年生の女の子は、剣を振るのが難しいけれど失敗しないよう頑張ると意気込んでいます。子どもの獅子舞を担当する米田雅人さんは、祭りを盛り上げ地元をさらに好きになるきっかけになるよう楽しんでほしいと話しています。タケノコの生育がここ数年早まっているため、金沢市内川地区で開かれる恒例のタケノコ祭りが今月28日に前倒しされることになりました。金沢市の内川地区は県内最大のタケノコ産地で、今年で36回を数えるタケノコ祭りは、朝掘りの新鮮なタケノコなどを販売することから人気を集めています。祭りの人出は多い年で5000人を超えますが、ここ数年温暖化などの影響で1週間ほど生育が早まり、祭り当日にタケノコが不足する年もありました。タケノコ祭りの開催日は出荷のピークに合わせて、これまでずっと5月4日でしたが、祭りの実行委員会は生育の早まりに考慮して、今年は試験的に1週間前倒しし、今月28日に開催することを決めました。今年の内川タケノコ祭りは、コロナ禍や裏年を挟んで5年ぶりの通常開催になり、当日はタケノコの天ぷらや煮物も販売されるほか、無料で山菜大鍋が振る舞われます。北国新聞社は能登半島地震の被災者や被災地を支援する義援金を受け付けています。義援金へのご協力には4つの方法があり、寄せられた義援金は石川県に届けられます。現金書き留めの場合は能登半島地震義援金と明記した上で、北国新聞社総務部宛てに送金をお願いします。義援金専用の口座に振り込む場合は、事前に受付窓口に連絡をお願いします。ご連絡がない場合、預かり証の交付と記事掲載はできませんので、ご了承ください。直接義援金を
持参される場合は北国新聞社1階で受け付けます。デジタル決済による寄付は北国フィナンシャルホールディングスの専用サイトをご利用ください。皆様のご支援をお待ちしています。ここまで北国新聞ニュースをお伝えしました。金沢ケーブルは加入相談会を行います。相談会の会場はご覧の通りです。相談会では事前に来場予約した上で金沢ケーブルのいずれかのサービスにご加入いただくと31アイスクリームギフト券500円分をプレゼントいたします。ご来場の際は事前に来場予約した上で会場にお越しくださいね。電話番号は0120-751-114番です。お待ちしています。金沢ケーブルのスマートフォンサービス金沢スマホで容量シェアプランのサービスが始まりました。シェアプランでは今お使いのスマホを金沢スマホにした上でデータ通信の容量を分け合うことができます。容量シェアプランでは2ギガ、4ギガ、20ギガの3種類あります。スマホ2台で4ギガのデータ容量を利用する場合2220円、スマホ4台で20ギガのデータ容量をシェアする場合は6180円です。乗り換え時に必要な初期登録料は無料。シェアプランに加入すると金沢ケーブルの高速インターネットサービスケーブル光とのセット割が適用され毎月1100円割引となります。お申し込み、お問い合わせは0120-751-114番までどうぞ。